寒かったね今日は。とってもそう、しかも今日スカート履いてたからね寒かった。そう、あとロングブーツ履いてたので、なんかロングブーツでめっちゃ靴ずれしました。そう、カレーが食べたくて黄色じゃないのです。違いますよ、これこう見えて裏肝なんですよ。だからあったかいんです、寒い日に着がち、うん、寒いし雨だし仕事は最悪でした。いや本当に雨やだね、雨やだね、本当に雨やだ。雨の日ってさ、なんかさ気温よりもさ何度か寒く感じるじゃないですか。うん。トゥ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 。バーラーズのキャンプ、うん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 。中継楽しみにしてたけど雨で残念って。そっか、雨でね。そうだよね。なかなかね、映んないよね、うまく。毎日中継してますもんね、キャンプって。総帥さんありがとう。私はキャンプとっても楽しんでおります。キャンプの投稿さ毎日しようと思ってるんですけど、毎日あのちょっと遅い時間になっちゃうんですよね。そう、投稿しないとキャンプ終わっちゃう。ピンクカビオさん、ジージーありがとう。でもさ、夜に投稿してもみんな見てくれる？みんな見てくれる？毎日キャンプ行ってんの？行くわけないよ。毎日は行ってないですけれども。でも今年は、あ、いやでも、侍ジャパンめっちゃ行ったからな。侍ジャパンには負けてるかもしんないけど、今年も負けないくらい、キャンプ。もうスーパー早起きしてその頑張ってる、スーパー早起きして頑張ってる、うん。24時までなら、あ、見てくれるんや、遅い時間でもいいよ。ほんと、なんか私のイメージとしてなんか8時とかまでに投稿しないとあのみんななかなかインスタ開いてくれてるか分かんないからさ、そう、何時ぐらいにインスタ開く、みんな。今年はグッズっての売ってますよ、今年もあのめっちゃグッズ売ってるよ毎年、うん。朝一の会場をゲートの前で待ち構えてるじゃん。あ、それはさすがにしたことないな、それはさすがに。侍ジャパンでもね、もう早い人がめちゃくちゃ早すぎて全然それはしたことない、うん。ちょっとね、早すぎるんだそれは、時間が、うん。そう、うん、移動距離もあるしね、遠いよね。うん、そう、スーパー早起きしてる。総帥さん、ロケットありがとう。サーノはオリックスのキャンプ見に行きました。行きました。楽しんでますよ私キャンプ今年も。何か買ったら紹介して、え、待って、何か買ったら紹介して。今年何買ったっけ。あ、もう今年結構買い物してるかも、うん。私結構買い物しちゃってるわもう。そうそう、ね、オープン戦ね行きたいんですよね。なんか去年はねペイペイドームに、私ドームにあの野球観戦行ったことなくって、でも去年3月かな、3月15日くらいにね、ジャイアンツさんとソフトバンクホークスさんの、そう、
オープン戦見に行った、ペイペイドームに初めて。なんかホークスさんの、ソフトバンクホークスさんのキャンプに去年行った時になんかね、くじ引きで当たったんですよ。そう、当たってなんか無料招待券みたいな、オープン戦無料招待券、ペイペイドームのね、その自由席のやつが当たっちゃって、でなんかそれをさ、なんかね、せっかくだし見に行ってみたいってなって、まあ旅費はかかるけれども、でも無料で野球見れることないし、まして私見に行ったことなくて、ずっと見に行ってみたいなって思ってたんで行きました。でなんか好きな日を選べたので、私はジャイアンツさんとの日をがなんかタイミングよく行けそうだったので選んで行きましたよ。そう、美味しいもの食べたら紹介して、あ、美味しいものね、オッケー、そう、紹介したやつあるから、うん、オッケーオッケー。うん、そう、オープン戦行ってみたいね。やすさんありがとね、ケイト。そう、前髪切りたいんですよね、伸びちゃったよね。そう、めっちゃくじ運良かった。あ、そう、入場料無料だから、そう、全然旅費なんてね、そう、楽しいから OK なんですけど。でもさ、これ一人だったので、チケットの枚数がさ、一人で見に行くってなるとさ、ちょっとさ、あれだったけど、一人で観戦しましたよ、私。一人福岡旅行に行って、一人で見ました。ペイペイドーム。ペイペイドームで、ドームで見る野球観戦初は一人でした。めっちゃビールの売り子さんがおった。初めて見た。あんなに売り子さんおるっちゃね。私はちなみにさすがにビールとか飲めないんで、いや、そもそもビールがね、私はあんまり得意じゃないっていうより、シャンディガフじゃないと飲めないんで、ビール飲めんから、私は売り子さんから31のアイスクリームを買いましたね。せっかくなら買ってみたいと思って。そう、そう、ペアチケットが欲しかったよね。ペアやったらさ、お友達誘っていけたいじゃん。そう、売り子さんがね、いっぱいいましたよ。しかもなんか何種類かのビールのなんか朝日とかさ、いろいろあるじゃん。あった、 3種類ぐらいあったかな。サーナンがビール売ってたら飲めないけど、一杯くらい頑張るかもって。売ってみようかな、ビール。みんな買ってくれる球場に。ビールの売り子やってみたい、楽しそう。でもビールの売り子さんめっちゃスカート短いね、びっくりした。アイドルより多分スカート短いよ、あれ。めっちゃ短かった、めっちゃ短いって思って。うん、広島の本拠地で元 STU のメンバーが売り子、やってんの？かわいいだろうね、絶対。いつも同じ売り子さんからビール買ってた。やっぱそういう、あ、そういうのあるじゃんね。なんかさ、見ちゃったらね、めっちゃあった。なんか同じ売り子さんから買われてる方がおって、そう、その方は8杯ぐらい、私が数えてる限り8杯ぐらい、そう、買ってました。同じ売り子さんから。やっぱ推しみたいなのがあるんかな、売り子さんにも。野球観戦してる方の中にも、方でビール飲まれる方はやっぱ推しを見つけるんかな、そういうのある。
アシーさんハートありがとう。ビール売り子さんになったら毎回来てね。あ、毎回来てねって、あ、分かった、毎回買ってね毎回飲んでね。うん、酔っ払って倒れたらあ、オッケーオッケー、解除してあげる。そうね、ちゃんと支えるね。うん、え、そう、なんか、いや、違うなんかさ、1回2回やったらさあれやけどさ、もう何回も同じ売り子さんからあの買われてたから、なんか数えちゃったよね。うん、しかも初めてだったんで、私あのドームで見るの、ドームで見るの。うん、お客さんの顔を覚えるのも大事ですね。そうね、あのあれですね、アイドルと一緒だね、きっと。ビールの売り子は売り子の中でもエリートなんだよ。へえ、なんかナンバーワンとかナンバーツーとか書いてあった。うん、すごい、なんか順位決められるんやって思って、すごいね。やっぱ合うのかな、そういうのがね。ファイターズのね、そう、しのぶさんの投稿見た。衣装ね、すごいよね、売り子さんの衣装もね、おされカンパニーさんが手がけてるみたいで、すごい、さすが。もう顔なじみになって、いつも最初におはようって挨拶してたって、あ、すごいね、楽しそう。ウーロン茶の売り子なんてどうです？あ、いいね。確かに、あのスタジアム、何？スタジアム飯とか、なんかさ、あの銀だことかさ、ポテトとかさ、なんかあるじゃん。確かに。ウーロン茶合いそうだね。お腹鳴らしてどちら、どっか、うん？お腹減らしてのどからか、どちらか、どバリバリすぎる、どからからにしていきますよ。あ、喉からからにしていきますよかな喉からからにしていきますよ、ごめんなさいオッケーじゃあウーロン茶あのたくさん飲んでね、注文してね。スタジアムグルメか。うん、ウランちゃん、ヤッホー。喉からからが全然読めんかった。なんかさ、文字で見るとなんか区切るとこ難しいよね、なんかたまにある。階段登ってもらうの申し訳なくて、あんまり売り子さんから買わないって、そう、なんかすごい気遣い、優しいね。でもってくれたらきっと喜ぶよ。うん、ケインちゃんありがとう。レインボースターシノハートありがとうね。日本語苦手でしたっけ。に日本語得意ですあ、クスタムできた。お、あ、今日から旅に出ます。お、いいね。売り子は歩合制だから買ってくれた方が嬉しい。あ、歩合制、え、そうなんや。やっぱあるんですね、売り子さんは。だって本当にナンバーワン、ナンバーツー書いてましたもん。なんか名札がついてた。なんか名前もついちゃった。名札。まるまるちゃんみたいな。だいたい1試合で5、6杯飲んでた。それさ、ペロペロにならん？大丈夫？めっちゃ強いんやろな。お疲れ様ご。あ、アルコール度数低いんや。何度ぐらい？5度とか。ね、アイドルみたい。
声を出して応援してるから発散される。あー確かに確かに。ピンク神尾さんありがとう。ストロング、ストロングって何だっけ、強いやつ。球場の階段は急だよって、さあの転ばないか心配。優しいねマングースさん、マングースさん優しい。確かにあのさあの自分でも心配かも。私本当になんかあれです、最近あのもうさ階段でさ転んだじゃないですか、転んで大怪我しちゃってたじゃないですか。もうあれからの階段とかもうなんかちょっとねめっちゃちょっとじゃない、結構慎重に降りたりしてる、登ったり、うん、ちょっとね頭をよぎるんですよ、あの踏み外して転びそうとか。でももう気をつけなきゃみたいな、気をつけなきゃみたいな、滑らないように気をつけようみたいな、そうそういうあの文字が思い浮かぶ、気をつけましょうっていう。新幹線をちょっとジェットコースター味があって怖いんごって、最高じゃん、私は好きだぞ。そう階段苦手、苦手じゃないけど苦手になった。翼欲しいさんありがとう。その慎重さ忘れないでね、任せてくださいって言ってもみんな心配になるよねきっと。気をつけますよ。ベイスターズの階段が一番急だよって、ベイスターズ横浜か。階段はしっかり足元を見て1,2,3とかを出しながら行きましょうねって。さすがにちょっと控えとこう、それも控えちょく。いや本当にでもリアルに危ないんです、本当に本当にみんな階段気をつけてくださいね、特に雨の日。私はあれは、え、あれ雨降っちゃらんかった気がするけどな、でも滑りやすい時だったんでしょうね、滑りやすかった、雨だったかもちょっとだけ、うん、でもお気に入りのお洋服着てたから結構ショックだった。でも破けなくてよかったです、もこもこちゃんが。こんばんは。新幹線の移動中、東京ドームの階段もめっちゃ急だった記憶あるって。あと武道館の最上階、武道館の最上階、武道館の最上階、最上階行ったことないもんな。でも武道館ってさこうなっちゃうから結構急ですよねあれ、うん、客席結構急だよね。確かに上の方はうん危なそう、結構急、こうなってますよね。階段から落ちましたって病室からの配信はやめてな、しません、うん、上に行けば行くほどメンバーが米粒に見える。確かに確かに、そりゃそうだわ。なんか急になってる分さ高さがあるじゃないですか、だからね人物がちっちゃくなっちゃうよね。武道館は急だから立つの怖い、あーそうね、怖かったってことはみんな怖かったかな。うらんちゃんありがとう、キラキラ。磯風さんハートありがとうね、嬉しいです皆さん。武道館懐かしい、もう1年半前ぐらいな、1年半も経たないけど11、12、1年4ヶ月くらい前。早いね、本当に。前髪切りたいなね、本当に早すぎる。
そう、東京ドームとか京セラ行ってみたいんですよね私。うん、野球見に行ってみたい。ウランが前髪切ってあげる遠慮しときます本当に私前髪は、前髪はね本当にね私ずっと同じ人に切ってもらってるんだよね。そう、自分でも切ったことないからな。こんばんは。前髪ちょっとこだわりがね、ちょっと私癖があるんだよ前髪には。うん、埼玉スーパーアリーナの、スーパーアリーナの天空席、天空席って何、一番上ステージに誰がいるのか分かんない。あるあるだね、辛いよね。なんかさ、せっかく会場に来てて、まあ、同じ空気を吸えるとか同じ空間の中で音を楽しめるってのはもちろんあるけどさ、せっかく来たらね顔がちゃんと見えるとこで見たいよね。うん、もちろんスクリーンはあるけどさね。うん、ドームはいろいろ行ったけど野球は見てないって。おー、私野球ペイペイドームだな。うん、幕張メッセじゃない、間違えた、幕張メッセじゃない、福岡マリンメッセ、マリンメッセとかだったらイーガールズさんとか見に行ったことあった。うん、イーガールズさんはね2、3回見たことある。うん、眉毛ギリギリの長さが好きだからオーダーして切ってもらってって来てって。眉毛ギリギリね。でもね今の長さも結構、これ巻いたらねめっちゃいい長さなんです。でももう夜だからさ巻きが取れてこんな長くなっちゃってる。甲子園は独特の雰囲気があって大好き。いいね甲子園球場ね。磯風さんありがとう、キラキラ。ゾゾマリンね、ゾゾマリンさ、それこそゾゾマリンはさあれだよね、幕張メッセ、幕張メッセの目の前ですよね。びっくりしたもん、移動のバスから見えて、車両から。そう、イーガールズさんは家族みんなで見に行ったりしてた。うん、そう。いいガールズさんね。前に大眉ぐらいにしてた時あったかも。あったかも。え、そう。ね。ゾゾマリン目の前にあるよね。行ってみたいって思いながら見てました、窓から。うーん、前髪作った日の配信が未だに好きすぎて定期的に見てる、可愛すぎる。うん、いや私はアミちゃんですね、アミちゃん。うん、アミちゃん、シュカちゃんも可愛いね。そうだから一時期あれでしたよ、家族みんなでハマってる時、一時期テレビもイーガールズさんの DVD がずっと流れてるみたいな。そう、もうなんかやっぱ私王道好きになりがちなんですよね。
のりおさんハートありがとう。そうそう、こんばんは。いいよね歌声、もうママだもんね。ママだよもう、あみちゃんすごくない？あの配信さ、待って、どの配信かもう本当に分かんない、ごめん、もう分かんないけど、前髪切っちゃったって登場してくるのが可愛すぎるの最高だよって、ありがとうありがとう。いつかな、いつの配信かな、いつの配信だろう、最近、ちょっと前待って、だってさ、もう前髪何回も切ってるからさ、どの配信か分かんないよ、ごめん、どの配信か分かんないけど、でもお気に入りにしてくれてるなら嬉しい。あ、前髪切りたてほやほやの時、それはいつの、最近。こんばんは、サタンさん。みんなやっぱり前髪短い方が好きなんですね。じゃあ、じゃあ次美容室に行く機会があったら、3月に行くと思うんで、3月に切りますね。じゃあ、サッタンさんハートありがとう。3月に行くんで、次、もう今月は行かないって言っても、もう今月って言ってもさ、あと数日で終わるんですよね今月。びっくりだよ。前髪切り始めた時、あ、武道館とか伸ばしちゃったよ。それを切った時ってことかな。短い方がいい、ほんと。 OK、 あ、寄せればいいのか、今はスキーした。こんばんは、つっちーさん。つっちーさんって聞くとあれだな、なんか懐かしさを感じる。うん、マネージャーさんがつっちーさんだったんですよね。今 X 見てきたけど、サマリンスタジアムに行ったんですね。そう、サマリンスタジアム何回か行った、何回か行ってきましたよ。そう、ひんゆちゃんとも行ったんで、うん、伸びるの早いから切りすぎちゃったくらいでいいのでは。いや、なんかさ、私短すぎるの本当に弱くて、そう、いや、こまめに切るしかないんですけど、でも自分では切れないんで、まあちょっと流せるくらいになったら、まあ切りに行くかなって感じ。あー、伸ばしちゃったやつをね、あ、めっちゃ頑張って伸ばしたもん。あの、こうやってこう流す前髪がしたいってメイクさんにもうずーっと言っちゃって、それだったら結構伸ばさないと、あと数ヶ月、あと3ヶ月我慢しないととか言われてたので、そう、我慢して我慢してめっちゃ伸ばしてたのを、そう、確かコンサート終わってから切ったんかな、いつか切ったよね。うん、あ、今日からオープン戦早いの。そう、自分ではね、やってし、前髪が癖があるんで、なんかさ、ずっと前髪この長さで保ってる氷やん。で、しかも全部長す、全部にあってみたいな、わかる。オンザの子とか、オンザの子はさ、こうキープして保って切ればいいじゃないですか。でも私そもそもオンザじゃないので、そう、あの癖があるから、癖に合わせてあのカットしてもらってる、似合わせカット、なんて言うんだろう、そう、あのカットしてもらってるんで、もうお任せしてる。本当に自分で切れないんですよ。だから
特殊の前髪って感じ。私の親友ちゃんなんてね、みんな聞いてくださいよ、びっくりすると思う。毎日切ってるらしいですよ、前髪。毎日切ってるらしくて、あのこの間旅行に行ったんですけど、旅行行った時もあのハサミで朝切ってました。びっくりしちゃったよ。何が変わったっていうレベルなんですけど、自分では本人は気になるらしい。やっぱそう、いつもの前髪でみたいな感じ。ああのね、そう、いつもくらいでっていうって言ったら、さあちゃんこんぐらい、これぐらいかな、これぐらいだよね、いい感じじゃない今みたいな感じで確認してくれるから、それできる、うん、そう。いや、ね、どんどん短くなるわけではないっちゃけど、なんかちょっと気になるらしくて若干起きるらしい。毎日若干伸びてるらしい、親友曰く。そう、毎日切るほど伸びんよね。そう、でもなんか伸びてるらしいよ、ちょっと切るんだって、うん、めちゃくちゃ前髪。そう、その子はね、あのあれ、めっちゃ前髪にこだわりがあって、そう、前髪にねめっちゃこだわりがあって、っていうか、なんか前髪ないと絶対嫌みたいな、前髪のデコ出し NG の子で、その子はね、デコ出し NG の子やから、絶対に前髪があっての生活をしてるんですけど、もう一切遊ぶときは前髪を上げることはないっちゃけど、でももうガチガチにスプレーで固めてってぐらい。そうだって、あの一泊二日の旅行にこんな大きいケープ持ってくるんですよ、皆さん。重くない？もうびっくりしちゃった。ちっちゃいの買いなよって言ったもんね。ちっちゃいの買いなよって、もうさすがに重すぎるってって言って。うん。そう。でもその子は、その子はね、でもね、あれだね、前日にアーティストさんのコンサートを見に行ってたので、その子は、2泊か3泊かしてるかもだけど、そう、私が後で行って合流って感じだったので、そう、そう、しんゆちゃんがね、BE:FIRST わかります？ BE:FIRST さんのライブが大好きで、そうのライブに行ってって、そうで、私が後日行って感じで合流して旅行したので、そう、スプレー缶を持ってきてまして、めっちゃ巨大なメイク道具もね、もうこれでもかっていうから全部持ってきてた。びっくりした。あのアイシャドウパレットが5個ぐらいありました。うん、そう、本当にほんとにね、びっくりした、マジで。そう、アイシャドウ、いやもうほんとに5個か6個ぐらいその子持ってきちゃって、メイク大好きなんですよその子。そうで、あのもうね、多分ね、家にあるメイク道具全部持ってきたんじゃないかっていうぐらい全部持ってきてるわけ。なんか旅行の時ってさ、こう荷物かさばんないように、物がかさばんないようにさ、あの女の子だったら特になんかメイク道具も一軍の中でも一軍を、そう、持ってくと思っちゃうけど、その子は全部持ってくるんですよ。だからもうめちゃくちゃ多くて、そうそう、本当にやばかった。そう、あのとってもあの子はやばいですね。あーもう本当にケープがさ、ケープさ、普通の大きさでもこんなんやっちゃうわ。その子さ、巨大サイズを持ってきてるわけ。もうもうもうっ
って思って。そう、巨大サイズと、あとね、私が誕生日プレゼントでプレゼントしたスキンケアももうこのまま丸ごと持ってきちゃったし、それは嬉しかったですけど、でも重たいよって。そうそう、なんか旅行用のこれぐらいのやつに移し替えて化粧水乳液とか持ってくるんじゃなくて、その他もう丸々持ってくるんですよ。全てが丸々、びっくりしました。なんかでもシャンプーとかもどうだったかな、シャンプーとかそうでもなかったかな、もうとりあえずね全部が巨大だった、全部がなんか特大サイズ持ってきちゃった。うん、そう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 、化粧品だけで荷物をめちゃくちゃ重くさせてた。うん、いや多分全部お得用買ってる説あるね。多分移し替えるのめんどくさいね。いや本当になんかさめっちゃ面白いよねいや私も旅行はめっちゃ荷物多くなるんで人のことは言えないんですけど、でも私さすがにさ、シャンプーもさ、あの化粧水とかもさ全部入れ替えていくんで、あ化粧水は、いや私の場合あれ AKB の時は特に1ヶ月とかあのホテルやったから、まあ、それはさ一本丸々持ってっても大いい範囲じゃん、わかる、化粧水とかさ。でもさ1泊2日とか2泊3日とか3泊4日ぐらいまではさ移し替えるじゃん。そう、私でも移し替えるんで、それはそう、もうとんでもなかった、本当にとんでもない子でした。そう、とんでもなく面白かったです。もうアイシャドウパレット6個持ってくれる時点でもう重い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 みたいな。そう、重いよあれは。あのもうケープの大きさにビビりましたね私は。うん、ケープの大きさにねそう、なんかもう化粧品とそういうなんかあのお風呂周りの道具でもうめっちゃね、めっちゃキャリーのスペース取ってたわけ。もう半分ぐらい、半分ぐらい、うん、本当に恐ろしかった。うん、そう、まあでも荷物がね多くなるのはね私もめちゃくちゃわかります。本当にね、本当にね、旅行行くと荷物、旅行行くときさ、なんかさ旅行先に行って困らないようにって思ってさ何でもかんでも詰めちゃうわけ。そうで結局いざ持っていくとさ使わんかったりするやん。あ、やっぱ置いとけばよかったなってなるよね。宮崎さんありがとう。キャンディーとケイト、シャンプーはねさすがに私もあれです、シャンプーとトリートメントを移し替えていきますよ。うん、ピンク亀尾さんロケットありがとう。そう、しかもさ、そう冬やからさ今の時期やと、そうあのセーターとかでね、そう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 結構荷物かさばるんですよね。ねねえねえ、ね、これ聞きたい。キャリーバッグにさ荷物詰めるときってさ、みんなこう畳んでこれぐらいのサイズ畳んでこう重ねていくパターンと、くるくるくるってして丸めてこう並べていくパターンとさ、どっちが多く荷物入るっていうの聞きたい。まあ多分ね結果同じぐらいだと思っちゃうけど、でもさなんかあるよね、どっちが多く入るか問題。ハマンさんありがとう。畳んで圧縮袋使ってる。あ、圧縮袋ね、圧縮袋が私めんどくさいんですよね。そう、圧縮袋か。でも圧縮袋に入れちゃうとさ、私の場合荷物がもう
増えて増えてとんでもない重さになっちゃうかもしんない。3、40キロいっちゃうかも、そんなことしちゃったら。まだ入るやんってなって、20キロのところ30キロとかになっちゃうかもしんない。100均のやつシューってやらなくていいんだよって。どういうこと？勝手にシューンってなってくれるん？磯風さん、ストラドレイトさん、ありがとう、こんばんは。え、どういうこと？シューってやんなくていいんだよって。勝手にシューンってへこむってこと？そういうこと？掃除機使わなくていい。あ、うん、私圧縮袋はさ、そもそも自分であんまり使ったことがないんですよね。そう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 。そっか、掃除機とかで圧縮させるのか。そうだよね、確かに手間いらずにできるやつってことね。じゃあ便利だね。やっぱ圧縮袋がいいのかな。圧縮袋ね。いつも圧縮袋に入れて特大キャリーにパンパンに詰めて35キロぐらいになります。あ、待って、それは何泊何日？え、35キロ。待って、35キロ重いね。サーモンでも26キロぐらいだわ、いつも。うん、いつも26。夏は19キロとか、冬は26キロとか。35キロか。それさ、それさ、35キロってさ、階段しんどくない？あ、3ヶ月から5ヶ月。いや、逆に、待って、逆にそれすごいかも。軽くない？待って、3ヶ月から5キロです。あー、5ヶ月で35キロで済む？あ、でも、済むね。済むね。私も夏やったら1ヶ月。1ヶ月、まあ、お洗濯するからってことやろそれ。お洗濯するから。私も19キロとかやったもんね。うん、1ヶ月行くとき、1ヶ月ホテルとか結構あったからね。今考えたらすごいね、1ヶ月ホテルって。階段しんどいよね。わかる、めっちゃわかるよそれ。なんかもうエレベーターですらしんどいよね、もうこうやってすんのが。エスカレーターでも結構きついもん。2泊3日でキャリー何キロ？大変。でもキャリーバッグのもう、私キャリーバッグの持ち運びはもうプロですよ。めっちゃプロですよ。私プロってますよ。26キロよく持ち歩いてたんでね。何キロかわからない。でも2泊3日やったらさ、10キロ以内じゃない？うん、7キロとか。広島駅でキャリーのタイヤが折れた時は衝撃。待って、キャリーのタイヤが折れるはさ、最悪。もうどうしようもないそれ。え、その時ってどうするん？私やったらどうするっちゃろ。とりあえず家に荷物送っちゃうかもしんない。でもそれじゃ困るよね。新しいキャリーバッグ買うとか。でもさ、キャリーバッグってさ、まあ安いやつは安いですけど、まあそんなね、普
通のなんかそれなりの大きさ買ったらまあ安いものではないじゃないですか。大変だよね。残りの2個のタイヤで頑張ってすごい。もう泣きたいね、それ泣きたいわ。それ途中でキャリー、旅行中にキャリーのタイヤが折れちゃったらせっかくの楽しい時間が台無しになっちゃうよね。そのキャリー修理してまだ使ってます。偉すぎる。物持ちいいね。物持ちいいねじゃない、うん、すごいね。めっちゃ大切にしてる。お気に入りのキャリーかな。こんばんは、ひろまいさん。大事にしてる。キャリーバッグも嬉しいですよ、きっと。定期的にタイヤ交換してたらまさかでした。待って、定期的にさ、タイヤ交換ってさ、車ですか車ですかレベルでさ、すごい大切にしてるね。待って、キャリーバッグのさ、タイヤって変えれると、そもそも同じタイヤとかある？ひろまゆさん、ハートありがとう。あきかぜさん、こんばんは。ひろまゆさん、ありがとうね。ケイト、本当に同じ色してる、私と今日。みんなキャリーバッグが壊れた経験あります？本当に焦るよ。本当に焦るからね。私も経験あるんで。ホテルマンさんに、コンシェルジュさんに、を呼んで、部屋に来ていただいて、もうハサミで切ってくださいって言って、開けてもらった思い出があるから、私は。メーカーのお店に出せば交換できます。はあ、なるほど。保証期間とかありそう。キャリーケースのタイヤって、うん。プラスチック製で、うんうんうん。そうね、プラスチック製だね。ん？湿気ね。いや、キャリーバッグでも意外とさ、なんかタイヤめっちゃ脆そうじゃないですか。壊れそうじゃん、すぐ。でも意外に壊れないんですよ。意外に壊れない。そう、意外に壊れんけど、壊れしちゃったパターンね。壊れちゃったパターンね。そう、ボロボロ剥がれていくけど壊れないんですよ。意外と、意外と重さに耐えれるんですよね。そう、あのタイヤすごいと思う。うん、遠征するときリュック一つだけ。すごい、めっちゃ楽ちん。荷物少ないっちゃろうね。だってもうミニ荷物が少ない。なんだっけ、ミニマリスト、ミニマリストって言うんですけど、あの荷物が少ない、最小限の荷物で動ける人に私もなりたい。結構これ目標。うん、伸びる取っ手が抜けちゃうのもキャリアルある。あ、スポンスコンってね。なるほどね。なんかさ、キャリー使いすぎてさ、あのコロコロするときにキーキー言ったりするの時があるんですよ。
もうあの音本当に嫌だ。うん、今はそうでもないけど。そう、ミニマリストですっけ、あの、うん、あれになりたい。ちっちゃい荷物で生活できる人になりたい。あう。へえ、成田空港の成田空港に修理屋さんなんてあったっけ。タイヤ4つ交換、すごい。ケリーのすごいね、あるんや、やっぱ。え、でもさ、キャリーのタイヤ、キャリーのタイヤってさ、いっぱいあるやんか。あ、売っちゃうか、ちゃんと。そういう修理屋さんに出しても。あー、財布充電ペンライト。あ、そっか。うちは、あと着替え？まあ、確かに。コスメとかなければね。あとお風呂周りもさ、あのこだわりない方はあれじゃん、洗顔塗ったりシャンプーだったりコンディショナーだったりトリートメントだったりね、持ってこないで済む、持ってこなくて OK だよみたいな、ホテルのでいいよみたいな方はさ、そういうお風呂周りの道具もいらなかったりするからさ、荷物軽くていいよね。いや、私は絶対にダメですね。絶対にホテルのシャンプーだと髪キシキシになっちゃうんで。あ、でもね、ホテルのねトリートメントとかシャンプーの合う合わんやから、それは。そう、私も合うやつをめっちゃ普通にサラサラになれるし、でも大体がね、そうキシキシになっちゃうから、私はもうお気に入りのシャンプーとトリートメント、いつも使ってるやつを持ち歩くんで、そう、重いですし、あとクレンジングと洗顔は絶対いるからね。どうしてもさ、荷物って増えちゃうよね。うん。とか1個じゃ心配で2個持っていったりとか、あるあるなんだよね、私の場合は。うん。そう、櫛とか、そう、1個じゃ心配だから持ち歩き用にもあと 1個違うやつとか。うん。そう、だからこだわった結果、うん、こだわった結果荷物がどんどん増えていくみたいな感じ。キャリーバッグがどんどん膨らんじゃうんですよね。うん。そう。ああ、あと私は。あれですね、東京に1ヶ月とか行くときはね、私もう体がもう死んじゃうから筋膜ローラーをね持ってってたんですよ。そう、筋膜ローラー持ち運んじゃったから、めちゃくちゃ荷物が多かった。本当に重いしね。そう、重いし、そうそう、それもあってめちゃくちゃ重かった。だからもう筋膜ローラーの中がちょっとこう空いてるんです、空洞になってるっちゃうけど、そこにシャンプーとか歯磨き粉とか袋に入れてました。そこにも間にも隙間にも荷物入れてなんとかしてましたね。
そう、めちゃくちゃね、いいです、あれは。ローラは本当にね、1ヶ月レッスンとかだとあれもないと本当に私はダメでしたね。あれに結構救われて生きてた。お風呂上がりにあれをする、ローラーする時間がもう一番の楽しみぐらいに、そう、そう、ローラーする時間が来たら一日の終わりを感じるみたいな。手が行っても5時とかまで練習してたな。そう、空洞に物を入れるんです。そう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 、じゃないとさ、総選と入らんやった。ワッキーさん、ハートありがとう。あ、確かに着替えシャンプー歯磨きセット持ってかんやったらもう結構軽いね。でも歯磨きセットは、いや私歯磨きセットもさ、まあ、これもホテルによるんですけど、ホテルによるっちゃけど、歯ブラシの硬さ、まあ、大体のとかめっちゃ硬いじゃん。そう、だから自分のマイ歯ブラシ持ってってましたね。うん、あと私歯磨き粉にこだわりがあって、あのホテルのやつ今ダメで、そう、決まったやつを使ってるから絶対持っていくね。そうそうそう、リュウタロウノーマンさん、ハートありがとね。え、そう、あの歯ブラシ使うと血が出る、わかる。あの硬くてね、傷つけちゃうよね。持っていく手間を考えたら特急便を使って送るのもいいかと思うけど、あー、そういうことね。確かに3000円ぐらいかけたら送れるのかな。どんぐらいだろう。あ、そう、自分の使ってる歯ブラシ、そう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 がいいね。でもあれでした、あのお話し会とかの時も自分の歯ブラシも持ってくるけど、あの一応ホテル出る前にホテルの歯ブラシをこう一個取って刺して行ってました。そう、使い捨てできるからね、便利だったりするから、そういう時だけは。歯磨きとコットブラシ、歯ブラシはね、自分のやつがいいよね。お気に入りの柔さ、柔らかさ。私硬いの苦手。まさかのもう1時間経過してるって。もう1時間経った、早くない？めっちゃ早いね、今日超早い。早いですね。じゃあそろそろランキング読んでいこうかな。明日も早起きちゃん、毎日早起き、イエイ。よし、ってことで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。サノンは今日はまだお風呂まだなので、配信終わったらお風呂に入って寝ます。なんか今日は寒いから37度じゃ絶対入れない、41度くらいで入ろうかな。お風呂行ってきます。みんな今日もありがとう。ってことでランキングをね、読んでいきたいと思います。13位はやすさん、ありがとうございます。12位は
リュータロンロンマンさん、ありがとうございます。11位は大西健ちゃん、ありがとうございます。10位はサッタンさん、ありがとうございます。9位はピンク亀尾さん、ありがとうございます。8位は正岡浩二さん、8位ありがとうございます。7位は磯風さん、ありがとうございます。6位は翼ほちいさん、ありがとうございます。5位はのりおさん、ありがとうございます。4位は総帥さん、ありがとうございます。3位はひろまゆさん、ありがとうございます。2位はなんさん、ありがとうございます。そして1位はわざぴさんでした。ありがとうございます。イエイ。ってことで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。はい、スクショね。 OK、 じゃあ行くよ、行くよみんな、せーの、うん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 、うんうんうん、ありがとう秋風さん、ありがとう。ヘイト、あ、今日もスクショ成功、1位おめでとうございます、ありがとうございますってことで皆さん、今日も夜遅くに配信見に来てくださってありがとうございました。じゃあ皆さん、明日はもう配信するんですけど、明日はどうしようかな。明日は夕方以降に配信するので、皆さん夕方以降、多分夜だと思うんですけど、見に来てくれたら嬉しいです。絶対来てください。ってことで皆さん、おやすみなさい。ありがとうねみんな、バイバイ、いくよ、せーの、空のじゃんけんじゃんけんブン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 、皆さんありがとうございました。それではまた明日の夕方以降、多分夜これぐらいの時間と思ってくれてたら、いいと思いますので、皆さんまたファンルームに行ってお知らせするんで、皆さん来てください。絶対来てねみんな、おしゃべりしようね。ってことでおやすみなさい。皆さんありがとうね、バイバーイ。バイバーイ。